三和そうめんの調理例、金糸卵、エビ、椎茸が添えてある。三和そうめんは奈良県桜井市を中心とした三和地方で生産されているそうめんで特産品となっている。三和地方はそうめん発祥の地とも言われる。奈良時代の県闘市により小麦栽培、製粉技術が伝えられたとされている。演技式に書かれた塔から伝来した塔歌詞の一つの 作餅が原型で派生変化したとの説がある。作餅は小麦粉と米粉に塩を加えて縄状にした乾麺だが詳しい形状は伝わらず、作餅という名からそうめいやうどんよりも太いとの推定もされている。奈良時代には作餅は米の葉境息を乗り越える夏の保存食であり、長屋大邸宅跡から出土した木管の記載が最も古い記録である。 小僧院文書にも平常形での作物の取引の記録が残る。伝説では、大和山林において、紀元前91年、大物主名の五世の孫である太田子猫命が、大宮神社の王冠主に任税られ、その12世の孫である、15以上、大宮阿蘇狭い久助の次男国主が飢饉と、薬病に苦しむ民の救済を祈願したところ、 神の啓示をたまわり三輪の地で小麦を作り、そうめんを初めて作ったという。この縁で、大宮神社祭神は、そうめん作りの守護神とされ、毎年2月5日には、その年の生産者と卸業者の初取引の卸値の参考価格を神前で占う、牧場祭が営まれている。店舗で売られている、神杉、諸館、誉れ、道地だと銘柄により、 分量に差がある原料に小麦粉を使いご、換気に手延べ法により生成したもので、腰のしっかりした煮崩れしにくい、独特の歯ごたえと舌触りの良さを特徴とする、製造から1年以上寝かしたものを、古物2年以上は、王子と呼ばれ沈徴される。伝統ある山輪では、昔はそうめんのランクを上からの大きく4つに区分していた。 しかし最近は各メーカーで独自に生産するそうめんの方が細くなり、この区分は不明確となっている。一般的には水垣、ほまれという大まかな区分けがされている。本来国内産の麦はグルテン量が少なく細く作ることには不適なことから外麦が状態となった近現代で初めて今のような細さが実現できたと考える方が良さそうである。細さでは三輪。 山本の白髪、白竜、あるいは、池里の草竜の糸など、細さを極限まで追求したこだわり面もある。ただし、主力の白髪、白竜などは、長崎県南島原市の自社工場で製麺しており、三輪そうめんと表示されていない。1983年4月から産地表示が規制されていた。2002年7月に、 大手の販売業者3社が、長崎県産のそうめんを、三和そうめんとして販売していたとして、農水省の立ち入り検査と改善の指導を受けている。長崎県産のそうめんの市場価格が3輪と、比較してずっと安価であったため、三和そうめんの安定供給のために、常習的に使用していた。2002年奈良県内の生産量は18キロ入りで、約15万箱との推定だが、実際に、 三和そうめんを表示しての流通品は60から80万箱もあった。県外産を使い、14業者が共同組合を自主脱退や除名された。2002年8月、奈良県が産地表示問題で調査したところ、解消していたと発表した。大所三輪に本社を置く各企業が作るそうめんと生産者の団体、奈良県三和そうめん工業共同組合が取り仕切る。 そうめんの二つがある。長崎県産を仕入れながら、三輪の表示を使用していた大手そうめん業者に対し、工業共同組合は三輪で作られたものでしか、三和そうめんと呼べ、また組合として、各企業に工業組合員生産のそうめんを仕入れるように依頼している。そして各メーカーは、自社で作る三和そうめんともに、組合を通したそうめんも販売している。メーカーのうち、池には、 奈良県内生産の確立を表明し、桜井市大泉に年産5万箱の大型工場を1982年10月に完成させた。旧社も奈良県内生産をした。他社では奈良県内での生産ではない場合、三輪そうめんとは表示せず、三輪そうめん、山本などを筆頭に自社ブランドで販売した。 だが、イボの糸の兵庫県でのべそうめん共同組合は、ミワそうめん山本の自社ブランドは社名に、ミワそうめんが入っていると問題視し、自社ブランドでも産地表示の義務付けを農林水産省に働きかけ、その後、三輪山本に社名とブランド名が変更された。2015年、ミワそうめん工業共同組合とミワそうめん販売協議会は、 三和そうめんのブランド強化に取り組むことを発表し、統一ブランド商品の開発、共同配送などを行う。さらに、農林水産省の地理的表示保護制度への登録を活動し、2016年3月29日、三和そうめんが生産地、奈良県全域として登録の工事がされ、これにより、地理的表示法により知的財産権として表示の保護がされるようになった。 桜井市では、そうめん条例が制定され、三和そうめんの普及のために、三和そうめんを食べる習慣を広め、伝統文化への理解の促進を目的に、市が三和そうめんの普及を促進するために必要な措置を講じるよう努めると、市と事業者の取り組みに市民の協力を求めるもの。ありがとうございます。